恋はタクシー待ちに似ている。待っていると来ない。タクシーが通らないわけじゃないのに空車が見当たらない。これが一番イライラする。あっちの通りに行けば見つかるかも。と目をそらすと誰かに持っていかれる。じっと待ってても来ない。探しても来ない。来ない時は来ない。いや、来ない人には来ないんだ。そう思って諦めて歩こうとすると何台ものタクシーが連なってきたりするのだ。朝家を出るとき空を見て悩む。傘を持っていこうかどうしようか。大抵結論は決まっている。持っていくのだ。人は過去の経験から学習する。ちょっと荷物になるのを我慢するだけで失敗を避けることができるのだ。だけどもしかしたら私の傘は私が思っているよりもっとずっと重い荷物なのかもしれない。The warmth of your fingers。誰の家の靴箱にも必ずある。サイズの合ってない靴、少しきついって思いながら履いているうちに合うようになるかもしれない。そんな言い訳を自分にして買ってしまった靴だ。いずれ痛い思いをすると本当は分かっているのに、どうしても欲しい。そういう靴に誰もが巡り合ってしまうのだ。旅の下手な人種というものがいる。何を持っていくべきか迷い、決めるのに疲れ。重いカバンを運ぶのに疲れ。せっかく持ってきたんだからと無理をして疲れ。要するに疲れるために旅をしている。その結果大きくて重い荷物を片付ける気力も失い、いざという時に必要なものが手元になかったりするのだ。時々靴下の片方が行方不明になる。家のどこかにあるはずなのに家のどこを探しても出てこない。片方だけの靴下は役に立たない。なのについ捨てられずに取っておいてしまう。めったにないことだが、ある時忘れた頃にどこか思いがけないところから消えた靴下が出てくると買った時の何十倍も嬉しい。その嬉しい瞬間のために人は使い道のない片方だけの靴下を捨てないのだ。450円になります。10円足りなくて1万円札を崩す羽目になるとなんだか虚しい。そして思い当たるのだ。今朝駅でチューインガムを買わなければこんなことにはならなかったのに。すみません。何気なくしたことがとんでもないお釣りになって帰ってくる。それは
チューインガムが欲しいと思った時には予想だにしなかったことなのだ。雑誌でフローチャートを見つけると必ずやってしまう。結果が気に入らないと迷った設問まで戻ってやり直してしまう。そうやって行き着いた答えは大抵気恥ずかしいぐらい事実に反している。そしていつまでもチャートを行きつ戻りつしてはどんどん正しい答えから離れていくのだ。向こうから歩いてくる人に道を譲ろうとして体を避けると相手も同じ方へ避ける。行けないと思って反対側に避けると相手も同じ動きをする。譲ろうという気持ちが妨げになってしまうのなら、いっそ譲るまいと固くなになると相手も同時に同じ気持ちになるらしく、お互い睨み合って動けなくなってしまうのだ。試験の時、提出する直前になって答えを見直すと必ず書き直してしまう。その時はどうしても別の答えが魅力的に見えて、最後の最後の瞬間になってそちらを選んでしまうのだ。大抵の場合、書き直す前の答えが合っているのに。タンスの角に足の小指をぶつけると痛い。一生続くのではないかと思うくらいの痛みが走る。だけどもしもその時突然虫歯が痛んできたらどうだろう。時が解決するのを待てないほどうずく痛みは、もっと痛い思いをして消すのが一番手っ取り早いのかもしれない。